こんにちは。今日のテーマは安倍政権の新型コロナ対応はどこが間違っていたのだろうかです。フジテレビの世論調査で安倍内閣の支持率が急落しました。不思議なことに同じ日に実施したテレビ東京の調査では支持率は下がらなかったんです。これではコロナ肺炎と桜を見る会が支持率にどう影響しているのか分かりません。国民も混乱しているのかもしれません。ただ富士とテレ東の調査で共通しているデータもあります。例えば新型コロナへの政府の対応を評価するが富士では 46% で評価しないの 45% を上回っており、テレ東も評価するの 40% に対し評価しないは 50% で、双方思ったほど評価しないが高くないんです。ネット上では日本政府の対応は全くダメで世界中からバカにされていると日本をディスる投稿が蔓延しているんですが、国民は事態を冷静に見ているのでしょう。支持率への影響をあえて考えれば、政府対応をある程度評価するにせよ、結果的にこれだけの感染が広がったことに対する結果責任が一つ、もう一つは富士の政府の情報提供は十分かの問いに対し 69% が思わないと答えていることです。未知の感染症に対してその封じ込め対策がもちろん最も大事ですが、同じくらい大事なのが国民への周知啓蒙活動です。日本政府にその意識が足りなかったのではないでしょうか。富士の調査ではさらに厳しい入国制限措置が必要だと 76% が答えています。これについては訪日を控える習近平に安倍総理が忖度したのではないかとの見方がありますが、入管法では日本の利益や公安を害するものしか入国制限できません。この法解釈をめぐって政府内で安全重視派と人権尊重派が対立し、結果的に湖北省だけ入国拒否という中途半端な対応になってしまったというのが真相ではないでしょうか。おそらく強硬な措置に慎重になったのは官僚側と思われますが、それはこれまでもこのようなケースで行政訴訟になったことがあるからです。安全と人権の天秤問題は危機において常に表面化しますが、今回の政府の対応の水際防止が甘かったと批判するならば、その前にまず憲法改正における非常事態条項の創設など、日本ではタブーとなっている安全のための人権の制限について踏み込んだ議論をすべきだと思います。以上、本日の平井文雄の言わねばならぬでした。